川崎警察署は、神奈川県川崎市川崎区のうち、東部林海部を除いた区域を管轄する、神奈川県警察の警察署。川崎市警察ブレーカー、第三方面を代表する神奈川県が有数の大規模警察署である。識別証所,所属表示は SA。管轄範囲は、川崎区のうち西側半分と狭いものの、古くから東海道の宿場町。 川崎塾として栄えてきた川崎駅周辺は、街頭犯罪、風俗自販、外国人、組織犯罪関連自販等の重要犯罪の発生が多発する地域であるほか、駅周辺では街頭宣伝活動が多いため、刑事部門、警備部門ともに体制強化が図られている。そのため所長には、現場経験豊富な警視性がつく。館内には、 指定暴力団田川会参加の複数の組事務所が点在する。管轄区域北側は、玉川を挟んで、警視庁鎌田警察署の管轄と隣接しており、しばしば警視庁と相互の緊急配備や事件手配が行われ、その訓練も行われている。また、箱根駅伝警備や川崎大師発防で警備、川崎山農祭警備等、各種雑踏警備が多く、署内には、 警備部直轄警察隊も配備されている。当初は、喧嘩で数少ない、自動車運転免許証更新時に即日交付を受ける、ことが可能な警察署である。管轄内は、JR 川崎駅、京急川崎駅周辺の犯罪多発地域であり、110番受理件数も多く、所属警察官は300名以上に及ぶ。当初に属する川崎駅前交番の、 取扱い件数は、県下でも屈指である。平成21年、街頭犯罪抑止対策のため、県下の警察署で、初めて街頭防犯カメラシステムが導入された。これは、各種犯罪を捉えた映像が直接警察署へ送信される仕組みである。現在では、川崎駅周辺の繁華街を中心に、計50台の防犯カメラが運用されている。以前の庁舎は、 南町の国道15号沿いにあったが、老朽化、共愛化となり、2003年より、現所在地へ新築、移転した。ありがとうございます。